はい、どうも皆さんこんにちは、ゆきあみです。今日はガンダムバトルオペレーション2の方やっていきたいと思います。前日は試験お疲れ3回ということでね、焼肉パーティーもありましたんで、そちらで美味しい焼肉を食べていきましたんでね、今日は頑張って遊んでいきたいと思います。さあ、まずは抽選配給の方とかいろいろね、確認していきましょう。びっくりした、おっさんが抽選配給かと思ったわ。はい、ティターンズは力だ。ハイザック登場。星2ですね。地上宇宙両用のコスト400機ということで登場です。あと10連抽選配給でおまけがもらえるみたいで、おまけの方はティターンズの、ノーマルスーツとヘルメットとなってるそうです。はい、あとその他、追加物資としてガルバルディアルファとフェズンドワッチの、レベル3が両方とも登場してるっていうわけですな。はい、これですね。はい、限定抽選配給も来てるというわけですね。早速他のやつも確認していきましょうかね。あと修正も入ってるのかな、ガルバルディアルファの方に修正が入ってるということなんで、まあ、そちらの方も気になる方ね、是非乗って確認してみてください。はい、それではまずは DP あいや違うな、先にリサイクルチケットから見ていこうかな。リサイクルチケットの方は、ザメルのレベル2の方が追加、ジムガードカスタムのレベル1が追加、そしてドワッチのレベル2が追加となっております。枚数の方はザメルは285枚、ジムガードカスタムが160枚、そしてドワッチが、175枚となってます。結構かかりますね。はい、そして、ウェアアクセサリーの方で、ホワイトリンゴ体のノーマルスーツヘルメットが追加となっています。マークはティターンズマークとなっております。はい、あと DP の方はジュワックのレベル2、そしてアクトザクのレベル2が追加となっています。はい、こちらはまあ持ってるんで特に表示はないという感じですね。さあ、まずはこのスペシャル抽選配給からやっていこうかな。うん、まずはこちらからやっていきましょう。3、2、1、0。まあでも嬉しいよね、毎週こうトークンね使わずに10連させていただけるっていうのは嬉しい。とりあえずほら当たりが出なかったとしてもリサイクルチケットにはなりますからね。さあどんどんやっていこう。さあ何が来てくれるかな。いいアイテムが出てくれりゃいいんだけど、まあそれはまあ無料なんでね、そこまで期待してはダメかもしれないけど、やっぱりねもらえるものはやっぱもらっておきたい。いいものできれば。さあ先週に続いてこっちはハイザック用ヒートホーク。あ、新しい武器になってるのか。専用武装ってことなのかな。まあいいや、とりあえず手に入ったからよしとしよう。やっぱ機体が欲しいっすね。おお、テールライダーキャバルリーレベル1。確かレベル2持ってたんじゃなかったかな。さあとりあえずハイザック用のなんか武器は手に入ったから、まあ、あとは本体だよね。本体、はい、とりあえずハイザック用ヒートホーク手に入りましたね。どうなんだろう、強いのかな専用武装ってことはまあそれなりの何かがあるんでしょうね。よし、とりあえずやっていこう。星2か。出るときはすんなり出てくれると思うけどな。あ、ここ難しいよな。なんかゼータ系の機体がそろそろいっぱい出てくるって思うと、20連するべきかってちょっと思っちゃうんすよね。いやいや、10連で決めれれば一番いいんだよ。10連で決めてこう。何秒にしようかな。4、3、2、1。ゼロ。さあどうだろうな。俺あんまり別にティターンズのハイザック好きかって言われたらちょっとそこまでじゃないんですよね。まあそんなこと言わず、まあ出てくれれば、やっぱザク系ですからね乗りたい。まあ一応ね武装の方もやっぱああやって出たわけですからね、ここはちょっと出てほしい。その専用武装をせっかく手に入れたのなら。でもどうなんですかね、ビームサーベルの方が強いんじゃないかっていう、そんな気もしてならないけど。うわぁちょっと何も来ない。ちょっとドキドキしてるよ今。よっしゃー嬉しいハイザック来た。あーなんかちょっと一瞬ね、なんか何かが予感してか声が出なかった。あーとりあえずよかった、ハイザックレベル1確保できた。おまけにちゃんと武装の方も確保できたということでね、無料10連そして通常の10連万歳。嬉しい嬉しい。もうあとはどうでもいいけど、まあレベル2手に入りゃもっと嬉しいな。そしたらどっちかのコスト帯行って、お金が来た。金何、フルアーマーガンダムレベル3持ってないやつだね。まあフルアーマーガンダム自体は持ってたんですけど、まあ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 ちょうどよかった。さあこれどっちかな、どっちでもいいや正直。まあ、ヘルメットね。はいはい、このような感じの結果となりました。悪くないっすね。なかなか良かったんじゃないですか。ちゃんと1機取って、仕留めて、まあ、10連でちゃんとね、欲しいのを仕留めて、おまけももらって、さらに無料10連で武器も手に入ってますからね。さあ、それでは早速見ていきましょう。400、400、あった。こちらですね。ハイザック。コスト400のレベル1地上宇宙療養の汎用機、機体説明左の方に出ております。気になる方はご確認ください。それではね早速武装の方を見ていきましょう。ザクマシンガン開花、いやここはやはりハイパーバズーカー持っていくべきでしょう。そしてハイザック用のビームサーベルか。まあ、サーベルの方が使い勝手いいのかな。いや、しかしやっぱハイザック、ザク系ですからね、せっかく手に入れたこの専用武装っぽい、これ持っていきたいね。ハイザック用ビームサーベル。はい、こちらつけてお。あとハンドグレネードと、ハイザックシールド。シールドのヒットポイントは3500か。あとカスタムパーツはまあちょっと後でいじるとして、ショートカットの方はこんな感じでいこうかな。はい、スキルの方はこのようになっております。はい、気になる方はね、しっかりご確認ください。まあ宇宙でもしっかり使えそうな感じですね。格闘連撃も2回あるね。対爆もあって、あ珍しいね、前線維持支援システム。なんか支援機が持ってそうなスキルを持ってますな。緊急回避もあるから、まあまあバランスの取れてる、使い勝手が良さそうな汎用機ですね。はい、なんか基本に忠実そう。はい、それではちょっとカスタムパーツいじっときたいと思います。はい、それではねカスタムパーツの方もいじりましたんでね、こんな感じでいきたいと思います。まあスキルの、脚部特殊干渉剤もありますんで、まあレベル3で十分かなと思います。とりあえずこんな感じで、クイックローダー使ってリロード時間 10% 短縮して、まあなるべくね武装の回転良くしていこうかなと思っております。はい、それではね一旦ね演習場行く前に先にちょっとザクマシンガン回と、こちらの普通のハイザック用のビームサーベルもどんな感じか見ておきたいと思いますので、一旦これで一回ちょっと出ていきたいと思います。はい、とりあえず出撃ちょっと演習場ね。さあそれではちょっと確認していきましょうかね。さあマシンガンの方何発よろけかな。はい、13発よろけ、間違ってないか一応確認のためにもちょっと20発まで減らして、はい、今度はガンダムで試してみましょう。はい、13発よろけですね。あとはグレネードもあって、まあ、こんな感じでいいよ。パッドの方は N 横で N 下。この辺はね、本当普通に使い勝手がいい感じしますね。サーベルはやっぱ使いやすいな。癖はない。変な癖あるかなと思ったんですけどね、変な突き攻撃だったりとかするのかなって一瞬思ったけど、普通のサーベルですね。これなら、戦えると思いますわ。はい。まあ、マシンガンは13発よろけということが分かりましたんで、はい。今度はね、ちょっと装備変えていきたいと思います。さあ、やっていきましょう。演習場プレイ。第2弾。今度はバズーカーの方ですね。まあ、バズーカー当然一発よろけ。こっちのヒートホークなんかでかくねN 横、で下角はこんな感じ。まあ普通通りって感じですけど、なんか新松永のね、ザクのヒートホークを思い出すみたいな感じしますけど、ただ別に強よろけってわけでもないし、ダメージもまあまあ大きいけどこんなもんなのかな。はい、まあまあ威力はあるんでね。ああ、でもやっぱこっちの方がなんからしさがあってやっぱいいな。そしてなんか大型っぽい感じがして強そう。でかい、いいね、このヒートホーク。こいつでちょっとこう敵をねぶん殴ってやりたい。はい、それではね演習場プレイも、これでね武器ごとにね確認は一応取れましたんで、バズーカーとこのヒートホークの組み合わせのやつで、ちょっと戦場で遊んでまいりたいと思いますんでね。はい、それでは今日は一旦ここまでにしたいと思います。皆さん失礼します。